50年前ぐらいに学校の授業中に万年筆のキャップを転がして遊んでた人たちがね、大勢いたらしいんです。それを見た佐藤俊夫さんというクラフト作家がおもちゃに作り変えたんですね。そのおもちゃに僕は出会って、アレンジを加えて現在のモクルという姿になりました。自分で遊び方をどん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 無限に開発できるっていうところがいいところだと思ってます。やればやるだけ上手になる、これはまさにスポーツなんではないか、これはデスクトップスポーツだと、そういうふうに思い命名しました。まず初心者の方は左右に1回転がして押さえるということができたらいいと思います。次にですね、前後左右の動き、あるいは2回転転がして押さえる、あるいは早く転がす、そのようなことになります。ここから先はですね、技を繰り出せるようになると思うんですが、2本を使ったりですね、両手でやったり、あるいは自分で考えた持ち上げる技であったりとか、そういうことが楽しめると思います。2人でキャッチボールみたいに行き来させたりとか、転がし続けて先にダメになった方が負けというゲーム性を持たさせたりとか、そういうような楽しみ方ができます。モクルは自分で遊びを考える喜び、その技を練習してできた時の喜び、さらにそれを世界中のみんなとシェアする喜び、そんな楽しさがたくさん詰まっているいいおもちゃです。ぜひ皆さんモクルで楽しんでください。